スイカゲームがガチャになったよ。ガチャになったってどういうことだ？あ、上にニャンコ大戦争のガチャのやつがある。あれは何なんだろう。とりあえずやってみるか。なんか普通だけどな。何がガチャなんだろうな。至って普通だぞ。お、レアチケットが出てきた。連鎖を決めるとガチャが引けるよ。だけどガチャ引けて何が出てくんだ。次に落とす果物だよ。なるほど、じゃあこれで次に落とせる果物が出てくるのか。なんだろうな。レアかよ。しょぼいな。連鎖がしょぼいとガチャで出てくるのもしょぼかったりするよ。じゃあ大連鎖を決めなきゃいけないってことか。だったらすごい連鎖決めてやると思ったけど、またしょぼい連鎖だ。これじゃまたしょぼいのしか出てこないんでしょ。おお、超激レア。とんでもねえもん出てきた。そりゃガチャだからたまにはいいのが出てくるよ。こんなのガチャで簡単にスイカできちゃいそうだな。よし、ガチャからスイカ出しちゃうぞ。大連鎖が決めれそうだよ。これでいいガチャ引いてやる。さあスイカ出てきて神引きだ。レアかよ、サクランボかよ。これはちょっとしょぼすぎだから。運悪かったね。あ、じゃなかった、頭悪かったね。運で合ってたから。次は絶対に決めてやるぞ。メロンまで進化しちゃったもんね。あんたこそ、プラチナチケットだ。超激レア確定だ。これで何が出てくるかな。スイカ、さすがプラチナチケット。だけどあっさりスイカできてつまんない。チャンネル登録よろしくお願いします。